オールドランチャーの修理方法。はい、皆さんこっちです。それでは本日なんですけども、こちらオールドランチャーがね、新しく出ましたので、こちらがですね、壊れた時用の内部分解、そして、修理方法をね、ちょっとやっていこうかなというふうにございますので、もしね、もしこのホールドランチャーで何かしらの不具合があった場合はですね、この動画を見て直すのに参考にしていただければと思います。それでは早速開けていきましょう。はい、ということでございまして、まあホールドランチャーがね、まあ壊れた時用のということなので、まあちょっと中見ていきたいかなと思うんですけども、こんな感じでとりあえず、いらないパーツは外しておきたいと思います。このね、横パーツをね、外すだけで全然大丈夫なんですけども、まあ一応何かあったら嫌なので、こういう感じですぐ身の方にしておきたいと思います。それでは開けていきましょう。で、今回ね、こういう作業をやるにあたってですね、もうこうやって、はい、プラスドライバーかかっちゃいましたね。で、これかけた瞬間からもう、基本的に大会なんかでは使えなくなりますね。はい、なので必ずそれが分かった上で開けていただければと思います。はい、まあ、なんか壊れたとかね、そういう時に役に立てていただければというだけなので、どっちにしろもう壊れたランチャーは大会では絶対使わない方がいいので、はい、こんな感じで開けていきます。で、開けた位置のね、はい、ネジの位置に置いておくことをおすすめしますね。多分中に使われているネジは同じネジだと思うので、まあ混ざっちゃっても大丈夫だと思うんですけどね。新しく下から規格を変えてるってことはないと思いたいですね。ネジは、あ、でも全部一緒っすね。はい、全部一緒なんで多分大丈夫だと思います。ってことで、全部一緒なんでこれはもうまとめちゃっていいっす。はい、よかったですね、難しいことをしなくてよくなったということで。じゃあ開けてみましょう。はい、これもね、開けるときはね、ゆっくり開けた方がいいですね。こちら、こっち向きの方がいいかも。はい、こんな感じですね。うん、内部構造がこんな感じになってますね。どう？なんかちょっと面白いですね。ビローンってなってて、結構面白い見た目になっているかなと思いますね。で、通常のランチャーと違うところも見ていきたいので、せっかくなんでこちらのランチャーも分解したいと思います。で、こちらはですね、もうすでに左ランチャーに改造しているので、もうだいぶいじってるやつになりますね。で、これ、このネジと長さとかは全部一緒なんで、まあ、なんかパーツ取りとかできそうですね。壊れたらそっからパーツだけ取っといて組み込んでいくっていうのもいいかもしれません。よいしょ、こんな感じですね。はい、じゃあちょっと開けてみましょう。こんな感じ。はい、まずこちらのパーツの違いで言うと、はい、まあ向き的にはこうですね、インなんで、インアウトでこういう形なんですけども、回転軸の作りが違いますよね。こういう風に入るということなのであれば、こっち向きになりますけれども、支えてるパーツのこのサイズ感がまずちょっと変わっているっていったところですよね。ここですね、ここが違うと。そしてここにね、はい、本来こっち側で支える用のユニットが用意されてるんですけども、ここにこれはベアリングパーツみたいなものが組み込まれてますね。ちょっと見てみますか。はい、こっち側にもベアリングパーツがもしかして組み込まれている。だとすると結構コスト高いですね。で、このネジは細いので、混ざらないようにしましょう。わかると思いますが。はい。あ、はい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 。こんな感じで。はい。ポムスペーサーと、こういう、はい、丸いスペーサーが入って、そこが空転することによって、シュートの安定感を測る用のパーツになってますね。なるほど。これは面白いですね。で、直し方は、このバーを先に組み込んで、で、小スペーサーを入れて、で、ここの、はい、ベアリングを入れる感じですね。で、それをこの側で横のガタつきを押さえる形で押し込んでますね。で、これも戻すとき多分、よれが生まれるので、あんまり強めに入れない方がいいと思いますね。軽く締めてから戻すのが良きかなと思います。はい、こんな感じで大丈夫だと思います。あ、全然空転してますね。ここが、まあ、いわゆるランチャーがこう通ってきた時の背のガードですね。はい、
こんな感じに通りますので、背側のガードが生まれているよというところですね。ただ基本的に反ってるんで、こっちから圧力を与えられた時に、そのまあ結局この長いとさ、ロスが生まれるんで、そこで生まれないようにしているといったところですね。まあインテリジェンスウェポンになってますね。はい、ではこっち側ちょっと見てみましょう。こっち側はまあこういうギアなんですけど、ギアの刺さる形が変わってますね。うん、これがまあこう刺さるのであれば、こうか、これがこう刺さるのであれば、こんな感じで回るような構造になってるので、今までとは上下のギアの付き方が逆転してますね。これによってこっち側で強い動きを受けても、ここの上側のパーツでホールドされてることによって、シュートの安定感が増すわけですね。なるほど、これは結構賢いのでは。今まではこのランチャーを使って打つときに、こっちに力がかかってこっち側に押されてたりとかしてブレが発生してたんですけど、いわゆる重量がかかる部分が低重心化が図られたため、動力が伝えやすくなったと。でしかもこの動力の裏側はポムローラーによって保持されているため、はあ、安定感、シュートの安定感が増すわけですね。今までよりも多分シュート力はちょっと上がってるかもしれないですね、これは。へえ、面白いですね。で、ここも構造が、ポムで芯があっての、で、さらにポムの、結構これさ、パーツコストかかってますね。ほら、ここってさ、こういうさ、ギア1個でさ、単体で動いてたんですよ。で、そこが、このパーツ点数。あ、これはね、結構ね、混乱する人出てきちゃうかもね。パーツの位置わかんないとかなっちゃうかもしんないね。この混ざらないように気をつけてくださいね。はまるところにしか基本的にはまらないので、このパーツはその順番に入っていると。で、そこの上をホールドするのがこの穴なので、この穴がガバついたら当然これがガタつくんでしょうけども、まあ基本的にその頃には、まあここが摩耗してたりとかするんでしょうね。へぇー、ポム4点セットなんだ。面白い。面白いですね。あ、いや、じゃあちょっと一旦これ外してみましょう。はい、これ外しておきましょう。こんな感じですね。ポム4点セットやってます。これ怖いなぁ。ちょっと全然大丈夫だと思うんですけど、怖いのでちょっと軽くテープで保持しておきたいと思います。落とした時にバラバラになっちゃうと怖いので、はい、養生テープでガードしておきたいと思います。要はマスキングテープですね。はい、でここもちょっと外してみましょう。この保持パーツ、これはインテリジェンス、賢い。これも、ビスが違うので絶対に混ざらないようにしてください。こんな感じですね。で、ここを外して、ここが、あ、結構固めの保持ですね。こんな感じでカバーされてるんですけども、ここのガタつきというよりかは、ここのパーツ自体がこうなっているため、こうでもほとんどガタつきは生まれないですね。ホールドしてるので、この内側で。ただ、まあ、ブレた時とかは、このパーツが入ってる方が、多分、ここのリングパーツがガードしてくれてるので、まあ、ある程度、そのブレた時の抑制になってるかもしれないですね。で、ここのホールドパーツはさらにこのですね、前面のこのカバーパネルの部分で保持されている形になっているので、そうですね、先にこっちの白いパーツの方が外れそうかな。うん、あ、そうですね、白のパーツを浮かせたので、そっからこっちを多分押し込めば入ってきますね。あ、 OK です。で、外れました。うん、結構ね、ガッチガチだったから、ここのガタつき自体もかなり良くなってるのではないかと。あ、ここのガタつきもなんかそんなにガタついてないですね。ここの、これもさ、本来だったら結構ね、ガタつくやつとかあるんですよね。結構ガタついてますよね。その結構なガタつきが、その、うん、全然違いますね。結構ちゃんと作ってんだなという感じ。で、隙間があるので、隙間から引っこ抜きます。で、あー、この回転パーツが、え、硬い、え、これ外れない、もしかして。結構今回さ、この回転器具に対して外れなくなってる、もしかして。あ、硬いけど本気でやればぐらいになってるね。
うわ、めっちゃギチギチになってる。あ、なるほどね。で、こんな感じか。いやー、これで全分解なんですけど、いろんなところのクリアランスが良くなってるおかげで、シュートが多分ブレなくなってますね、これ。通りでなんかちょっとテクニック使いやすくなったなーっていう感はありましたけども。なるほどねー。これは面白いっすね。じゃあちょっと戻していきましょうね。あ、なんか自然にやってましたけど。はい、じゃあちょっと戻していきたいと思います。まずは白パーツをはめ込みまして、でこっちのこのデコってる方ですね。はい、この4つなんかクラウンみたいになってるやつが上側です。でそれに対してこれをはめ込む。でこれも結構奥までしっかりと、はい、ぎっちりはめ込んでください。ここでもう保持力がすごい。びっくりするぐらい違う。これはすごいな。でこれはもう押し込み入ると思いますんで、はい、入りました。いやー、この両端のパーツで押さえ込んでるからブレないってのは結構賢い仕組みですね。でさらにこの既存パーツとのここの接点でこのはめ込みがさらに強くなるというとこですね。うん、これは日本のね古来の仕組みと同じなんで、いや、これはほんと賢いパーツですね。はい、そしてこちらのパーツを入れ込みまして、上から十字をはめ込みまして、こちらの押さえバーですねを入れて戻します。はじめは軽く手で戻します。機械でやるとねネジ穴が潰れちゃうこと全然あるんで、よいしょ、こんな感じで。ここはね多分締めすぎると周りが渋くなると思うんで、こんな感じですね。あ、いいんじゃないですか。あ、綺麗に回りますね。はい、で先ほどのこちらですね、こちらをバラバラにしないように外しまして、で元の位置に戻しますと。ちょっと斜めな位置から穴にはまれ。はい、 OK、 はまりました。でこの状態でホールドされているので上からはめ込みます。 OK、 で一応空転確認。うん、 OK ですね。はい、であとはネジを1個ずつ、こっちですね、ネジを1個ずつ戻していきましょう。でネジ戻すときはこれも1個ずつゆっくりと、はい、完全に締め切らずに対角に締めていきましょう。こっち側の端を締めたら次こっち側の端ですね。でそこの反対を押したら次こっちですね。で上下、あとは手でしっかりと締めましょう。はい、OK でーす。はい、で、再度チェック。はい、OK ですね。全パーツを元に戻しまして、完成です。はい、OK、 元に戻りました。まあ、これでね、どっかが壊れたら簡単に直せるんじゃないかなと思います。はい、ということでございまして、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じで、はい、簡単にメンテナンスができるよということで、うん、このランチャーがいい理由が分かりました。うん、やっぱその内部パーツ1個ずつが違う、パーツに置き換わっているということで、今後出るランチャーが全部この形式になるんだったらめちゃくちゃいいと思いますね。このランチャー限定じゃなかったらめちゃくちゃいいし、このランチャーに求められてるところはシュートの正確性というのもまあ確かにあるんですけども、それ以上にパワーの連動を綺麗に伝える、うん、強く引きたい人が強く引いたそのパワーをそのまま純粋にベイに伝えることができる、まあ、そういうようなランチャーなのかなと思ったんですよね。で特にグリップってここ持つとどうしてもパワーロスが生まれてしまうので、やっぱみんなここ持ったりとかするんですけども、まあ、ここ持ってパワーロスが生まれても、伝えたパワーがちゃんと伝えられるよみたいな、はい、そういう仕組みになってるのかなって思ったんで、
うん、ブレもできるだけ少ないようなシステムだったりとか、あとは上に逃げやすい力を、抑える、仕組みに変えてるだったりとか、パーツ点数が多くなってる割にかなりクリアランスが良くなっていて、まあちょっとおもちゃとしてのクオリティ、これまで結構ランチャーに関してはひどいなって言われてる部分もあったんですけど、これから出る新しいランチャーはかなり期待ができるような構造に変わってるんじゃないかなって思いましたね。まあ、当然パーツが多くなるとパーツ一個一個のクリアランスの精度がどうしても求められてくる部分であると思うんですけども、まあ、やっぱ既存のもので甘えずにしっかりとアップデートしようとする公式の姿勢はちょっと僕はすごいなと思いましたね。やっぱここまで作ってきてたらさ、なんかそんなに、まあ、中の構造とかみたいなところあると思ったんですけど、なんかちょっとでもいいものを作って出したいみたいな、そういう感じはあったし、今回のこのコンセプト、日本のやっぱ誇りじゃないですか、魂じゃないですか、ソードってね、まあ、剣というものは、はい、まあそこをなんかこう割とリスペクトして作られたなんか商品なのかなっていう感じがすると少しエモい感じがしますよね。ってことで、まあ今回ね、分解してみましたけども、まあ、ぜひ、参考になった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、本日ここまで見てくださってありがとうございました。今回の動画が役に立ったかどうか分かりませんが、なんとなくちょっと分解して中の構造を見たかったりとかね、まあ中の仕組みがどう変わったのか知りたいって思った人はいたのかなと思いまして、ちょっと動画にさせていただきましたんで、もしね今回のことが参考になったり面白いなと思っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということでございまして、本日はここまで見てくださってありがとうございました。うわー、ソードランチャー中身が変わってるんだとか、ソードランチャーで撃ってすごいパワーが上がりましたっていう人はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。本日はここまで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。ツイッターもやっておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ、はい。